じゃん。赤ちゃんのしまじろがお布団に入って寝ているよ。ここには何があるのかな？こんな感じで蝶々の形をしたものがくっついているね。そしてしまじろを後ろから見てみると、あ、ここのところにこの蝶々の形をしたこんな紐でしまじろうの背中のところにくっつけていたんだね。そして尻尾もあるよ。かわいいよね。手もひらひらなんか動いているよ。しまじろうがここから起き出して、起き出すとこんなカゴのところに鳥さんやリスさんがいて、一緒に遊ぼうって言ってるのかな。ちょっと開いてみるとこんな感じ、こんな感じの森の中で一緒に遊んでいるんだね。こんなしましまのところには、あ、何が隠れてるのかと思ったら、ここにはお魚さん、この川の中にはお魚さんがいるよ。そしてここにもまた隠れている子がいるね。ここには、あ、クマさん、クマさんがいるよ。そしてこの丸の中にはリスさん、リスさんはこれ栗かな、栗を食べているよ。ここに隠れているのかな、ウサギさんが見つけているよ。あ、ミツバチさんが空を飛んでいる。これをこうやって開けてあげると、ここに木がたくさんあるんだね。しまじろうも一緒にこうやって遊んでいるね。とっても楽しそう。そして蝶々さんもいるよ。後ろの方をずっと見ていくと、あ、これすごいね。これは虹をみんなカタツムリさんとか鳥さんとかがこうやって登っていって、そしてここのところに虹のところにしまじろうがこうやって寝ていたんだね。そしてこんな感じで花びらの中にしまじろうを置いてあげると、こんな感じで面白い形になったね。